じゃあ今日は、はい、宮島口のご飯食べれるところ第3弾みたいな、ね、行きたいと思います。お腹も空いてきました。前回ね、ゲーターズさん行ったんだけど、はい、そこの真下、真下、はい、分かりやすい、ワイナ藤野屋さん、はい、和食の和にイタリアの意に、ナッパの何、まあ藤野屋さんっていうことね。創作料理なんですかね。創作料理、そう。あ、楽しみ、うん、ちょっと行ってみましょうか。3名席空いてるね。あ、よかった、ちょうど。じゃあちょっと行ってみたいと思います。はい、行ってみます。じゃあね、せっかくなので乾杯しましょう。はい、はい、じゃあ今日もお疲れ様です。いただきます。あ、美味しい。いい感じの梅の感じが美味しい。仕事終わったって感じがする。まだ仕事中ですけど。あ、そか。でも最後の締めくくりとしてやっぱお酒っていいですよね。いいね。多分さっきの来る時にも言ったんだけど、まあ、藤野屋さんが宮島口のね、はい、1丁目にある JR 降りてすぐのそうです、ね、とこになるのかな。右ですね、すぐ、うん、まあ、地図見てもらったら分かりやすいと思うんで、地図見てきてもらえればいいかな。創作料理、さっきちょっとメニューね、うん、多分メニュー撮ってると思うからあれなんだけど、メニューがこう黒板に書いてあって、うん、今日のおすすめみたいな形であるんで、うん、和洋中ですね。だって麻婆豆腐とかもあるから、そうそうそう、中華もあるし、うん、和食、あ、パスタもあるんで、そう、和洋中の創作料理。イタリアンと中華みたいな感じかな。うん、で、はい、ちょうどタイミングが来ます。うわ、すっごい美味しそう。前菜すごい。イブリングのポテトサラダ、はい、はい、わあ、南蛮漬け美味しそう。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。これだけでお腹いっぱいになりそう。いや、本当。もうこれにご飯あったらもう定食ですよね。これがちょっといただきます。これとかと大きい、大きい。これもしかしてこんなに大きい。すごい、すごい。めっちゃ大きい。めっちゃ大きい。このフライに南蛮漬けってなかなかないですよね。じゃあ、いただきます。はい、じゃあまずこれから、これなんだろう、これ、うん、美味しい。あ、きゅうりとみょうがとセロリの和え物、うまい、美味しい、うん、あ、これさっぱりですね。これだけで永遠と酒飲めるわ。間違いない。この、これなんだ、いびりがっこのポテトサラダ、うん、いただきます。早っ。美味しい。いぶりがっこ最高。うまい。いぶりがっこってたくあんの燻製でしたっけ。うまっ。めっちゃ美味しいですね。続いてこちらが低温調理の柔らか鶏レバー、うん、いただきます。うん、美味しい。ちょっと待って、ミラもよっぽどお腹空いとったと思うんだけど、食うの早すぎて俺まだ全然だから。遅くないですか。遅くないですか。いや、あの、まあ、ビール飲みようですね。え、滑らかすぎる。え、なんかもう生クリームなんかなっていうくらい滑らか。マジで鶏レバーすごいです。めっちゃ滑らか、すごいですよね。うまい。え、すごい。あ、俺これ好き。うん、なんか全部想像以上の美味しさ。クオリティ高くないですか、全部。ここ高いんです。うん、ここ美味しいんで。なんか全部こだわりがあるのがすごい分かりますね。やっぱりね、宮島口でご飯食べれるところがあるって幸せだね。うん、うん、あっという間になくなりました。あとは、はい、やっぱここのおすすめ食べないといけないので。おすすめって何なんですか、ここのおすすめは。でも聞くしかないです。はいはい、これは一個は絶対聞きましょう、うんうん、すいません、おすすめって何になりますか。しましょう。そろそろ牡蠣は出てきたんですけども。牡蠣のガーリックバタ焼きか、美味しそう。ああ、カキピー、ピーナッツつけてあげるみたいな意味ですか。カキピーが衣、ピーナッツ、ピーナッツ、カキピーちょっと食べてみよう。ちょっと召し上がってみてください。カキピーって一つで350円。そうですね、あのピーマン半分に切ってその中に入れてるのが一つです。じゃあ2つ、カキピー2つと松茸ご飯食べたいです。ご飯締めにしない。朝締めひな鶏ってのがすごい気になってはいるんですよ。柔らかくて炭火で焼いてますので、はい、じゃあそれいいですか。はい、レンコン
レンコン饅頭。じゃあとりあえずもうそちらでお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でも今度さ、企画でまたちょっとミナゴンの料理やろう。やりますか、うん、何を作るっていう。あれじゃろ、宮島に来た人をおもてなしする料理。宮島にちなんだ料理ですか。もしかしたらそれを見てくれてさ、これ食べたいって意見があったらちょっと お店出そうよってなるかもしれないじゃん。どこで作ります。作ったの持ってくるみたいな。いや、もう作るとこから。なかなかクオリティのハードルが高いです。あ、見えない。あ、でも絶対牡蠣だこれ。そりゃそうだよ。言ってんじゃん。いただきます。はい、熱そう。あ、こ、あ、おいしい。うん、めっちゃジューシー。うまっ。これいい。めっちゃいいですね、うん、これも宮島の商店街に出してほしい、食べ歩きで。うん、衣がめっちゃカリカリで、うん、でピーマンのみずみずしさに牡蠣のジューシーさ、もう最高の組み合わせですよね。最高、うめえ。今めっちゃいい食レポした。ありがとうございます。これすごい美味しいですね。めちゃめちゃ美味しい。牡蠣と苦味のものが結構合うんです。その食感がすごい、うんうん、うんうん、美味しい。あ、美味しそう。はーい、へー、はーい、おしゃれ。ございます。よし、いただきましょうか。いただきます。いただきます。美味しそう。柚子の香りがすごい優しそうな、はあ、いい香り。食感がすごい。レンコン、うん、めっちゃ美味しい。レンコンのあのねっとりもちもち感とレンコンのシャキシャキ感とほっこり感の食感が全部楽しめる、うん、からのこのエビのプリプリ、うん、食感パラダイス。うん、うん、このピリピリ感は何だろう、うん、山椒。うんうん、山椒ですね多分、うん、柚子胡椒の風味がすごい。柚子胡椒だね、うん、柚子胡椒ですね、山椒だね。めっちゃ美味しい。一気に温まったね。うん、これは絶対挟んだ方がいいですね、うん、あ、ジョークさん切っていただけるんですか。やります。あ、お願いします。お願いします。やっぱね、ミナゴンが切った方がいいかもしれない。切るの難しそうだね。いや、難しいも何もないじゃん、これ。あ、骨が真ん中にあるわけじゃないんですか。骨あるじゃん、これ。めちゃめちゃ美味しそう。骨を避けて、もうこれ最後はもう骨をこうしゃぶりついて肉を食べちゃいたいくらいですね。あ、いいね、やりたい。私結構やるんですよ。いただきます。いただきます。私はこの皮のでっかいやつ。あ、いいですね。切れてない。うん、おいしい。うまっ。うまみがギュッと。これはうまいわ。うん、これ、これこれ気になりますよね。このソースなんだろう。おいしい。なんだこれ、マヨネーズ。マヨネーズの上品バージョンのソースがおでんの大根の上品バージョンの上に乗っている。いや、もう結構十分食べたじゃん。うん、もう結構お腹いっぱいです。お酒も結構飲んだし。あっさり行きたいですね。もう狙っとるのあるんだよ、まっすぐご飯じゃろ。ちょっと一口いりますか。くれんの。どれぐらいの気持ちでくれる。え、二口くらい。すごい、マツタケたっぷり。あ、いい香り。久しぶりに食べますね。食べますねって聞かれても、どんだけ食べてないか知らんけど。うまい。うん、どれも食べてるけど、うんうん、マツタケ久しぶりに食べるかも。お米食べないと落ち着かないんですよ。お酒だけだったらふわふわしちゃって、うん、お腹が、お腹、頭がじゃなくて、うん、お腹がふわふわするんですよ。お腹がふわふわっていう表現初めて聞いたかもしれない。ね、本当ですか。完食です。よく食べました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。最高です。美味しかったね。宮島でさ、夜食べれるところが結構少ないからさ、うん、
だから宮島口でこうやって食べれるっていいなと思ってて、うん、まあ、前回もね話したんですけど、宮島にせっかく泊まり来てくれて夜食べるところがありませんでしたっていうご意見をねいただいたことが何度かあるので、うん、こういったね宮島島内だけじゃなくても宮島口でもご飯食べれるよっていうところはね、うん、皆さん知ってほしいなとは思ってます。はい、まあ、その中でもねここは結構あの創作料理なんで本当に、クオリティ高い高いし、実はねちょっと写真にも載せたけどリーズナブルなお店なんでね、うんうん、ぜひ、皆さん宮島に来た時に例えば朝食とか素泊まりとかでね泊まる時にはこちらも選択肢の一つに入れてみていただければいいかなと思います、うん、金水館チャンネルではね宮島のことだけではなくてねこうやって、皆様の役に立つ情報を随時発信させていただいてます。このチャンネルがいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。